日ハム新守護神候補ザバラ、まだ 90% だ。なんかガンがガバガバって話じゃなかった？プラス5キロされちゃうらしい。佐々木の3年目の練習試合で160キロ超え連発してガンがおかしいと思われた。その後福岡でも連発して佐々木がおかしいことが分かった。大谷しようや。これも藤波や。化け物かよ。仮にプラス5キロされてても155前後を連発できるのはいいな。阪神に似たようなやつおったよな。ザバラ、フォークっぽいの昨シーズンまで投げてなかったらしい。ドミニカウィンターリーグで覚えたのか、日本で誰かに習ったのか。大魔神級のフォークがえぐい。タフそうだし、さらにここからどんな変化球投げるかとか楽しみですね。あとは変化球も含めたコントロールかな。まずオープン戦もあるし、公式戦の緊張感は今と全く別物だから。ザバラは正直まだわからんやろ。スライダーは全然コントロールできてなかったし、甘い直球を長打にもされたしな。もちろん期待できる要素を見れたのも確かだけどな。直球が低めにバンバン決まるんなら、あの球とフォークだけで中継ぎやれる気はする。このスピードでさらに空振りが取れるなら、守護神として活躍できる可能性ありますね。ザバラ取る気満々やん。正義とバチバチだなこれ。